皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。みちです。はい、さあそしたらですね、今日は何々しましょうという表現を練習してみましょう。答えから言ってしまうと Let's 何々という表現なんですけれども、意外とこちら間違って使ってる人多いです。テレビなんかでもですね、普通にレッツ何々とかっていう風にですね言ってるんですけども、その使い方は違うぞってこともありますので、はい、じゃん一生懸命練習しましょう。それプラスレッツ何々っていう風に言われた時にですね、オッケーですよっていう風に言う場合と、あとはいや、やめときましょうっていう風な言い方は2通りがあるかなと思うんですけども、そちらの方の練習も行ってみたいと思います。じゃあいつも通り単語の練習から参りましょう。私皆さんで大きい声で練習しましょう。3、2、1スタート。 Watch TV。 はい、 Watch TV。 Sit there. Go somewhere. Study. Go shopping.OK。 大きい声で練習しましたでしょうか。はい。さあ、そしたらですね、ちなみになんですけれども、単語は今後ですね、単語の動画をですね、ベッド作っていこうかなというふうに思ってます。で、紹介させていただいた単語はですね、僕のホームページの方に行っていただいて、PDF のファイルがあるんですけども、そちらをダウンロードしていただいて、こういう名刺作成用のカードですね、こういうものに、両面印刷していただいた後に、これポコポコっていうに切り取っていただけると、10枚の単語カードができるようなファイルを今後掲載していこうかなと思いますので、ぜひ単語の方の動画を練習した後にですね、ダウンロードしていただいて使っていただいて、よろしかったらコメントとか残していただけたらというふうに思ってます。さあ、そしたらじゃあ本題戻りましょう。何々しましょうっていう表現なんですけども、こちらは Let's プラス先ほど練習した単語を言っていただければ OK です。動詞というふうに言われているものなんですけども、例えばテレビを見るっていうんであれば Watch TV なんですけれども、テレビを見ましょうよっていうんであれば Let's Watch TV っていうふうに言っていただければ OK です。さあ、そしたら Let's プラス先ほどの単語、もう一度私皆さんで何々をやってみましょう。大きい声で練習しましょう。準備よろしいですか。3、2、1スタート。 Let's Watch TV。 はい、 Let's Watch TVLet's sit there. Let's go somewhere. Let's study. Let's go shopping. Okay.でしたか。はい。で、先ほど間違った表現をされている方がいらっしゃるというふうに言ったんですけども、それはどういう表現かっていうと、Let's の後に ing 系を使ってしまう方っていうのが意外とですね、多くいらっしゃるんですね。例えば Let's watching TV とかですね、 Let's cooking とか Let's dancing とかっていうふうにですね、よくテレビで言ってるのを聞くんですけれども、はい、 ing 系はつきません。 Let's っていうふうに来たら、辞書に載っている ing 系がついてない動詞を使います。なので Let's watch TV、 Let's dance とかですね、 Let's cook っていうふうに言っていただければ OK です。ただ少しですね、辞書に載ってる形自体の単語が ing で終わってるものがあります。例えば代表的なのが sing ですね。もう辞書に載ってる形がすでに ing で終わってるものは、もう普通に Let's sing っていうふうに言っていただければ OK です。さあ、そしたらですね、 Let's 何々しましょうってことなんですけども、一緒にっていうのも言ってみましょう。一緒にテレビ見ましょうよっていうふうに言いたいんですけども、一緒にって英語で何て言ったらいいかご存知ですか？一緒に。はい。一緒には、together になります。じゃあ、together。3回一緒に練習しましょう。together。はい、どうぞ。言いましたか？ together。はい、どうぞ。together。もう一回、はい。together。OK。なんか聞こえたような聞こえてないようなって、聞こえるわけないですね、はい、動画なので、はい、いつも通りのボケですけども。さあ、そしたら一緒に何々しましょうよっていうふうに言う場合には、 Let's 何々で together っていうふうに言っていただければ OK です。さあ、そしたらじゃあ今度は Let's 先ほどの単語 together をもう一度
練習してみましょう。準備はよろしいですか？3、4、5、6、おお、増えちゃう、増えてる。はい、もう一回いきましょう。3、2、1、スタート。Let's watch TV together. はい。Let's watch TV together. はい。Let's sit there together. はい。Let's sit there together. はい。Let's go somewhere together. はい。Let's go somewhere together. はい。はいは言わなくていいですよ。Let's study together. Let's study together. Let's go shopping together. Let's go shopping together. はい。はい、以前ですね、英会話教室で英会話を教えたことがあるんですけども、ちっちゃい子供なんかにですね、Let's 何々together、はいとかっていうふうに言うとですね、子供たちもはいっていうふうに言うんですけども、はい、画面の向こうの皆さんははいは言わなくて OK です。よろしいですか？はい。さあ、そしたら、Let's 何々 together っていうふうに言われて、OK の場合にはですね、なんて答えたらいいと思います？ OK ですよっていうふうに言う場合。はい、何通りかあるんですけども、今日ご紹介させていただくのはですね、そうですね、よく聞くのが、こちらですね、That's a great idea. 言ってみましょう。素晴らしい意見ですねって意味なんですけども、That's a great idea. 3回言ってみましょう。せーの。That's a great idea. That's a great idea. That's a great idea. OK。あれ？素晴らしい意見ですねって何て言うんでしたっけ？素晴らしい意見ですね。はい。先ほど練習した That's a great idea になります。もう3回練習しましょう。That's a great idea. はい。That's a great idea. もう一回。That's a great idea. OK. または、いいですねとかっていうんであれば、Sounds good. Sounds good. とかですね、Sounds great. とかっていうふうに言っていただいても OK です。じゃあ、Sounds great. 言ってみましょう。3回。せーの。Sounds great. Sounds great. Sounds great. もう一回。はい。Sounds great. Sounds great. Sounds great. 次にもう一回。はい、どうぞ。Sounds great.Sounds great. Sounds great. OK. 合計で9回練習しちゃいましたね。はい。で、断る場合ですね。Let's 何々 together とかっていうふうに言われて断る場合。まあ、日本語で考えるとある程度なんかこう、言い訳を言ったりするのかなと思うんですけれども。まあ、ちょっと今日はですね、一番簡単なもので、まあ一般的というか、まあ OK かなっていうふうに思われるものを一つ紹介させていただけたらと思います。そちらはですね、Sorry. ごめんなさい。I can't. ちょっと無理。はい、ごめんちょっと無理な感じですね。まあぶっきらぼうって言えばぶっきらぼうなんですけども、はい、 OK です。行ってみましょう。 Sorry I can't。 3回、せーの。 Sorry I can't. Sorry I can't. Sorry I can't. もう一回、はい、どうぞ。 Sorry I can't. Sorry I can't. Sorry I can't. もうちょっと早く。 Sorry I can't. Sorry I can't. Sorry I can't. OK。 じゃあそしたらちょっと練習してみましょう。僕が皆さんに何々しましょうよっていうふうにお誘いしますので、僕のお誘い受けてくれるんだったら、はい、That's a great idea. で、断るんだったら、Sorry, I can't. ちょっと言ってみていただけたらと思うんですけども、じゃあ行きますね。Let's watch TV together! っていうふうに僕は皆さんお誘いしました。さあ、いかがですか？ That's a great idea ですか？それとも Sorry, I can't の方ですか？ Let's watch TV together! はい。じゃあ次行ってみますね。じゃあ逆に僕にちょっと誘ってみてください。こちら行ってみましょう。そこに一緒に座りましょうよ。なんて言ったらいいでしょう。そこに一緒に座りましょうよ。僕にちょっと聞いてみていただきたいと思うんですけども。はい。そこに一緒に座りましょうよ。はい。正解は、Let's sit there together っていうふうに言います。言ってみましょう。Let's sit there together. はい。Let's sit there together. はい。OK。じゃあ今度僕の番ですね。はい。僕は皆さんに何にしましょうよっていうふうに言いますので、言ってみましょう。Let's study English every day together. いかがでしょう。 Let's study English every day together. はい。僕と一緒に毎日英語の勉強しましょうよっていうふうに言われたので、はい、OK の方で言ってください。はい。反強制的なことないです。お好きな方を言っていただけたらと思うんですけども、はい。はい。正解は二通りですね。はい。That's a great idea.Sorry, I can't の本になるかなと思うんですけど、あとはそれの他にちょこっと言ったのが Sounds great とか Sounds good っていう表現もあります。
はい、あっという間にですね、時間になってしまうんですけども、ここまで皆さん質問いかがでしょうかって、はい、いつも通りのボケですけれども、はい、それかですね、もし質問がある方はですね、コメント欄に書いていただければですね、この動画見てる誰かはきっと書いて、返信くれるんじゃないかなと思います。いい加減ですね、はい。今日もどうもありがとうございました。 See you!